こんにちは、ブンズスタジオです。ご視聴ありがとうございます。どうですか、少し見栄え変わりましたでしょうか。ちょっとだけね、模様替えしまして、僕のねこのテーブルとこのソファの位置をちょっと変えまして、撮影しやすいような、ね、環境にしてみました。まあ、実は結構この部屋の中ってね、光が回りやすくて明るい部屋になってますので、まあ、綺麗にね撮れてるんじゃないかなと思います。まあでも今日はちょっと本題はそちらではないので、ちょっとその話はここまでにしておいて、今日はですね、先日ちょっと撮影した時にですねトラブルがありまして、まあ、その話をちょっとしていきたいなと思うんですけども、そのトラブルっていうのがですね、まあ、ここに置いてあるこの照明ですね。僕が使っているのはアマラン 60X っていう照明を使ってるんですけども、こちらのちょっとトラブルがありました。途中で止まっちゃったんですよ。使っていて全然落ちたの気づかなかったんですけど、30分ぐらいで多分落ちましたね。まあ、まずありえないかなとちょっと思ってます。実際ね皆さんもそうだと思うんですけども、検証をね行った上で使ってるはずなんですよ。で僕もですね実際部屋の中で検証を行っていて3時間4時間と、全然ね 100% の状態で、照明を使ってもですね特に落ちるっていうことがないっていうのを確認した上で使ってます。なのに30分で落ちちゃったんですよ。これはですね僕の中では予想外でして、なんで落ちたんだろうっていうのを、まあ、終わった後に気づいたんですが、まあ、たまたまね、結構明るい部屋で撮影していたので、まあ、この照明がなかったから、あこれ全然暗くて撮れなくなっちゃったよみたいなトラブルには繋がらなかったので、今回はね、そんな大きな問題にはならなかったんですけど、ただ今後ね、そういうことが一回あると、この照明使っていくのちょっと怖いなっていうふうに思ってしまって、ちゃんとね、原因を追求しなきゃいけないなっていうところで、帰ってきてからいろいろ考えていました。で、最終的に出たもう結論、先言ってしまうとですね、こいつです。こちらですね、まあ、標準でついているディフューザーなんですけども、この照明のこの先端につけるリフレクターのところにつけるディフューザーになります。まあこれを使うことによってね、このスポットライトから光がね少し柔らかくなるような感じにすることができるのがこのディフューザーになります。でこれをですねこの先端のところにこういうふうに取り付けてディフューズして使うんですけども、これをですね僕も実際 YouTube なんかでも今撮ってますけども、使ってる時にねこういうディフューズして使ってやっていました。で特に問題なかったんですけども、これがね、間違いなく原因じゃないかなと今僕は思っております。で実際にですね、これ家で試してやってみましたところ、止まりました。なので、まあ、原因はほぼほぼこれだと思ってるんですけども、まあ、なんでねじゃあこのディフューザーをつけることによって止まってしまったのかっていうと、間違いなくまあ熱暴走したっていうことになりますけども、このねアマランっていうのはですね、まあ、これ後ろに見てもらうと分かるんですけど、ファンがついてます。ファンも大型のファンが中に内蔵してますので、しっかりね冷却することもできますし、この前のところですね、これ取り外すと分かるんですけど、ここにもねLED のライトの周りに大型のヒートシンクがついてますので、しっかりね冷却される構造になってます。なので長時間使っても、オーバーヒートするっていうのは、まあ、するっていうかねしにくいね構造にはなってるはずなんですけど、まあ、なんでねオーバーヒートしてしまったかというと、まあ、このねリフレクターがつけてない状態だったら、まあ、ファンもあるしヒートシンクもむき出しになってるのでよく冷えると思います。まあ、ただですねこれリフレクターをつけてしまうと就光はするんですが、こんな感じでねつけてしまうとこのヒートシンクが覆われてしまうので、実際ねファンがついてこのヒートシンクを冷やしているので問題はないんですけども、放熱っていう意味で言いましたらですね、やっぱりこのリフレクターがカバーになってしまっている分、まあ、熱はこもりやすくなるかなと思います。まあ、ただですねこれ前開いてますので熱がねこっちからどん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 出てくるのでこもりにくい構造になっているのは間違いないと思います。もちろんね、そういうことを考えた上で、この商品っていうのは考えられてるはずなので、それでねこれをつけたことによってすぐ止まっちゃいます、じゃあ商品として成り立たないと思いますから、そのあたりは問題ないはずなんですよ。でこのディフューザーですね、これも純正品なのでダメだってことはまずないと思うんですけども、ただやっぱり構造上ですね、こういうふうにリフレクターの前にディフューザーをつけてしまうと、これ見てわかると思うんですけど、このリフレクターの中にディフューザーをつけるってことはもうこれ熱この中に全部こもっちゃいますよね。ここのねリフレクターとこのディフューザーで
ここの空間をこう閉じてしまったらですね、この大型のヒートシンクも全然効かないんじゃないかなと思います。いくらファンで冷やしたとしても、このこもってる熱の周りが全然ね、この行き場がなくなってしまってるので、これはね、ちょっとまずいかなっていうところに気づきました。もちろんね、このリフレクターとディフューザーを使った状態での撮影っていうのは、まあ僕家でね、YouTube をこうやって撮影しているので、実際ね、使ったことあるんですけど、まあそういうトラブルっていうのは一回もなかったんですよ。確かに言われると、3時間も4時間もこのディフューザーをつけてやったかって言われると、その検証は行ってませんでした。なので、これはですね、僕のミスといえばミスになりますね。実際にそれだけ耐えられるかどうか、こういう条件だったらどうか、そういう検証を行わなかった僕のミスにもなるんですけども、こういうね、最初から僕が社外品をつけてるわけじゃなくて純正品を使ってこの状態で撮影してるにもかかわらず、電源が落ちたっていうのはちょっとね、この照明の耐久性の問題でもあるのかなと思います。ただそれ以来はですね、僕もこのディフューザーは使ってません。このね、照明自体にもあんまり熱をねこもらせてしまうので良くないですし、またねトラブルの原因になりますので、このディフューザーはすごくいいんですけど、止まってしまうことを思えばですね、これはちょっと使えないかなと思って、今は違う方法でやってます。で、それからね、ちょっと考えたのがですね、本当はソフトボックスとかね、ちゃんと使ってディフューズしてあげれば一番いいんですけども、場所が狭かったりですね、ソフトボックスをね、組み立ててる時間もあまりないですよっていうところもやっぱ結構多いんですよ。まあ、そういう時にね、こういうディフューザー使うとすごく便利だったんですけど、これがね、使えなくなってしまったっていうことでどうしようかなっていうところで考えたのが、今これ使ってるんですけど、アンブレラです。半透明の傘みたいな感じになってるんですけど、光をね、直接こっちに当ててるんですけども、開いたね、傘が白の半透明になってますので、かなりね、光を柔らかくしてくれるものになります。こちらの傘だったらですね、もうバッと開いて差し込むだけで使えるので、ソフトボックスのようにね、組み立てる必要がありませんので、これをね、これから僕は使っていこうかなと思ってます。これだったらですね、このリフレクターをつけても、ここの前にね、空間がちゃんとありますから、ある程度ね、熱をちゃんと放熱してくれる、環境を保てますので、止まるってことはないんじゃないかなと思っています。で、最後に一応ですね、この止まったっていう原因はまあこれで間違いないと思うんですけども、この中のねファンの設定なんかも僕ちゃんとファンはオートにしてありましたけども、熱を持てば全開で回るようになってますので、その状態での話っていうのをちょっと付け加えておきたいと思います。という感じでですね、先日あったちょっとトラブルのお話をちょっとさせていただきました。皆さんね、新しく買った道具っていうのはとにかく検証検証検証で、どういうものなのかっていうのを分かった上で使っていかないとトラブルになりますので、いろいろねやられてると思いますけども、まさかねこんなことが起きるとは僕も思っていませんでしたので、よりねいろいろなパターンを考えた上でより深い検証をしていって、道具をねちゃんと使いこなしていけるようになっていきたいなと思います。というところで、今回はですね、先日あった照明のトラブル、アマラン60X における、トラブルですね、皆さんとちょっと共有させていただきたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。またね動画の作成していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。じゃあね。